今学生ですが SNS の運用代行やコンサルを勉強して個人事業主と,主としていこうかなと思いますがどう思いますかまあいいと思いますよ。いいと思うんですけど SNS の運用代行とかコンサルってたくさんいるんですけど僕がこれぶっちゃけ、えー、と企業として SNS コンサルに依頼するのはまだわかるんですけど、えー、とインフルエンサーとして SNS コンサルタントに依頼しようとは思わないです。やっぱりその SNS コンサルとか名乗る人って ななんんだ外形的な知識はあるんですよね例えば「いいね」をこうされると上がりやすいとか、えー、と再生数こうやったら取れやすいよとかそういうプチノウハウはあるんですけど、えー、実際自分が死ぬ気で自分の顔を出して伸ばそうとした経験がある人っていうのがいないんであくまでも意見評論にしか過ぎないんですよ意見評論にしか過ぎないんですよだから僕はそれをねなりわいにしててもいつか終わりが来るんじゃないかなと。 えー、思ってます、はい。多分企業もそんな馬鹿じゃないんで、えー、結局 SNS SN を、ね、そのコンサルしますって人にお金を払ってあ意外と成果ないなっていうふうに、ね、あの気づく会社って多いと思うんですよねで実際に SNS コンサルに依頼をしてどれぐらいのい依頼をした人がどれぐらいの期間契約するかっていうと結構、ね、短いみたいですよだたいね数ヶ月程度で数ヶ月レベルで解約する人が多いらしいです。はい なのので僕はその事業モデルとしてあんんままり良くななないいいじゃかなと思います、はい、将来起業するための修行として事業会社でゴリゴリ開始事業を進めていくかコンサル会社で経営者目線で働くか2つに1つだとして見つけ方はどちらでありますか。 僕はね、えー、と普通に事業会社でゴリゴリ事業を進めていきます。コンサル会社では経営者目線で働くっていうのがちょっと僕はよく分からなくて、なんでよく分からないかっていうと、コンサルはコンサルなんですよ。あくまでも、えー、とその客観的に事業に対して物を言って、偉そうにいろんなことをぺちゃくちゃぺちゃくちゃ言うだけの仕事だと僕は思ってます。であの事業会社 で実際にやるとコンサルに言われることで言われてもね実際無理じゃねえみたいな実現できるわけねえじゃんみたいなその理想論みたいなねなんかあのなんだろう空想の理想論みたいなことを言うコンサル結構いるんですよでそれっていうのは事業会社側としてやプレイヤーとしてやらないと分かんないことですしコンサルってそもそもそんな人にねあのアドバイスできるんだったら自分でやれよって話じゃないですか僕はコンサルにすごい懐疑的で自分でできないから人にアドバイスして金もらってるんでちょっと話なんですよ だから僕はコンサルは全くお勧めしなくてえ、これから起業したいんであれば、事業会社で経験を積んだ方がいいと思います。アフィリエイトを学ぶにはコンサルつけるのが正解ですか？それともある程度は自分でできますか？えっとアフィリエイトを学ぶにはですね。100%断言しますけど。絶対 対自分でやってくださいえそもそもアフリエイトのコンサルなんて僕は嘘っぱちだと思っていてえなんでかっていうとじゃあこういう質問をしてほしいんですよアフリエイトのコンサルをしますよって言われた人がいた時にこういうふうに質問してくださいえアフリエイトの質問、コンサルできるんだったら自分でアフレエトして稼げばよくねって言ってほしいんですようん、なんでかっていうと普通に考えてアフリエイトを教えるってことはアフリエイトで稼げるわけだから人に教えてる時間あったら自分でやったほうが稼げるんですよねだからその時点でも破綻してるんですよねうん。で、これアフリエイトに 限ったことじゃなくて例えばアクセンチュアとか,なんか大手のコンサルはまあ違うかもしれないですけど対個人に対してコンサルしますよって人は僕は経験上9割は詐欺師だと思ってますなんでかっていうと同じことでいやそのコンサルしてる暇あったらそれで自分で稼げよって僕いっつも思うんですよでいっつもそういうこと言うんですよそうすると大体答えられなくなりますはいだから会社の経営のやり方を教えるとか言ってるやつも全部僕は嘘だと思うしそもそも会社の経営できねえからコンサルやってるんだろって話なんですよだから、えっと、コンサルはやばい 僕の経験則で一つ言うと、コンサルはやばいです。はい、カモビジネスままさにそうだと思いますでもね、あのまあ僕、コンサルがあんまりね正直好きじゃないっていうのもあるんですけど、やっぱコンサルの知識って遅いんですよ。あのよくね、僕の業界でも通販コンサルとかいるんですけど、もうもうみんな みんな嘘っっぱちだと思ったよこれぶっちゃけ言いますけどもうみんな嘘っぱちだと僕は思っていてなんでかっていうと今その人たちが本当でも将来嘘っぱちになるんですよこれどういうことかというと大体コンサルの人って事業会社で例えばまあ僕の会社とかでもそうなんですけど年商130億円いった会社から独立してあの時のノウハウを教えますよみたいなやつがいるんですよねでもそういうのってやられたらめちゃくちゃむかって結構嫌なんですけどまあでもそういうやついるんですよでそういうやつがえっ、ー、といろんな会社にノウハウコンサル料 と称してお金をもらってノウハウを売っていくんですよねでだいたいね最初は通用するんですけど1年2年3年するごとに全く通用しなくなって相手にされなくなるんですよねな,な,なんでかっていうとコンサルっていうのは、えー、とどん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 ノウハウを生み出す立場じゃないですよねコンサルっていうのは今までち 得た知見の中でアドバイスはできるけど、最先端のノウハウを知らないんですよ。で、最先端のノウハウはどこにあるかっていうと、事業会社にあるんですよ。事業会社なんですよ、間違いなく。だから事業会社がコンサルをするんだったらそれは意味があるんですけど、えー、わけのわかんないコンサルタントが過去の知見を生かしてコンサルしてももうそれはもう過去の話なんですよね。過去のなんかノウハウをお金を払って教えてもらってるようなもんなんですよ。どんだけバカなんだって話なんです僕からすると。だから僕はね、あの通販業界にも行ってコンサルティングの人たちがたくさん増えることを。 もうウェルカムなんですよもう最高も,うもっとどんどんやってほしい何でかっていうとそういうね嘘っぱちの情報をいろんな人たちこれから通販やりたいっていう今後競合になれる人たちにいっぱい教えてくれるからみんな失敗していなくなってくるんですよもう最高ですよだからぜひどんどん,どんどんやってほしいなって最近思ってて、えー、こういう話はあんまり言わないと思ってたんですけどこの時間なんで言っちゃいました。はい そういうふうにねあのー、まあなんで事業会社は常に最先端のノウハウを持ってますけどコンサルっていうのはあのーまあ、ちょっと古い情報しか持たないんじゃないかなと思ってます。 物をを売売るるんではななくてサーービスを売る仕事のの場合美咲さんならどのようにマーケティングしますか、えー、コンサルティング、まあ、だいつも言ってるんですけどコンサルティングっていうのは儲かんないんで絶対やめた方がいいと思っていましてそもそもコンサルティングをできるんだったら自分でそのコンサルティングをやってる内容を使って金儲けすればいいじゃんって僕は思うんし、えー、意味がないと思うんですよねだから、えー、それはないと思うんでコンサルティングはやめた方がいいしスケールしないです儲かんないからやめ,やめましょうとしか言いようがないですコンサルティングをやる人って例えばそのアクセンチュアとか大手はわかんないですよ大手はわかんないですけど なんか個人でコンサルティングをやる人っていうのは正直ごめんなさい敵に回すつもりはないんだけどもなんかちょっと無能な人がやることなんじゃないかなと思っています。だってコンサルティングやって月いくらもらって何がおもろいんだってそれよりもビジネスってスケールさせて何十億何百億にした方が良くないですかって僕は思います。 えー、三崎社長はコンサルとかはやらないんですか、えー、僕は、ね、コンサルとかは、ね、やらないです。なん、ね、でコンサルをやらないかというとやる必要がないんですよね、正直。はい、コンサルって、えー、とちょっと誤解を恐れず言うと本当に儲かんないんですよ。んなんで,でかというと、ね、例えば一人に、ね、コンサル契約して月30万円もらいました。10人と契約できました。いくら儲かりますか月300万円なんですよ。300万円だから知れてるんですよ、だから僕はね 巷にいるね、まあ、大手は分かんないですけどいわゆるこう自称コンサルっていうのは全く信用していなくてえそもそもコンサルができるってことはえ自分でその商売始めればいいじゃんと僕は思うんですよね。ね例えばじゃあ僕がね D2C のコンサルをしますってお金をね30万とか100万とか,なんか分かんないですよ人にとってやるのはできますよ。でもえだったら自分でやった方がよくないですか、うん、と思うんですよ。そそれって逆にコンサルを受ける側もそう であるべきだしだから僕コンサルをする人ってすごいうさんくさいなっていうかそもそも自分でできないからコンサルするんじゃないのって目で見ちゃうんですよねだから僕は絶対しないですしコンサルで役に立ったことって正直あんまないですはいないです一番ねそういうコンサルとかじゃなくて事業ノウハウを教えてもらうべき相手っていうのはもう事業会社ですね事業会社。 僕の会社でも、えーとねえー、会社を辞めてその僕たちが作ったノウハウをコンサルとして外に売ったやつがいたんですよ。もうそれはふざけんなって話だったんですけどまあまあもう仕方ないんでもう結構じもう何年も前の話なんでも、まあ、いいんですけど、えー、自分たちが青汁を作ったそのノウハウを俺がやったんだみたいなことを言ってコンサルとして、ね、いろんな会社に売り込んだやつがいたんですよ。そうすると、ね、どうなったかというと最初は、ね、月30万円ぐらいの契約が多分56件くらい取れてたのかな取れてたらしくて月200万円ぐらい儲かっててよかったんです ですよね。その人はね。でもど、えー、最終的にはですね、だん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 ね、お客さんが離れていきました。これなんでかっていうと、えっ、ー、と、ね やっっぱ事業って生き物なんですよ生きき物物ななんんでですすよよだから、常に進化している,いるんですよねだからその人はね、その元社員は、その当時のノウハウは分かってた、確かに分かってた、だって一緒にやって教えてたから、だけど、それが半年、1年、2年って経つことによって使えなくなってくるんですよね。でも、えー、ただのコンサルで事業会社にいるわけじゃないから、リアルなノウハウは分かんないんですよ、そいつは。まあ、当然、教えないし。 だから、その結果的にどうなったかっていうと、古臭い使えないノウハウをコンサルとして売るだけのやつになった。で、みんなバカじゃないから、最初ちょっとやってみるけど、全然ダメだねってなって、コンサルを切る、そして悪評が広がって、誰も契約しないみたいなことがえあります。これ結構ざらにあります。なんで、ですねコンサル自体がですね、僕はもすべて完全に頭ごなしに否定するわけじゃないんですけど、あんまりいいものじゃないんじゃないかなって思ってます。はい